ここ入った。ここも入った。あっち側入ってない。あっち側か。あ、ちょっと、ここ行けんのや。あれ？いや、道ねえぞ。この下行けんね。降りれると、あるあるある。あれないや。わ、はい。あれ？間違えた、間違えた。あ、わかった、わかった。岩だ。あったあっただ、確かに。岩山トンネル的な、岩山トンネルじゃないけど、岩山トンネル的なやつが。確かにあったあった。こっちじゃないんだ、道。そういうことか、あれ。何してんの？湖を守るため。世の中は立派な人たちもいるもんですね。確か、赤木っていう名前でした。ここに誰も入れないよう頼まれているんです。理由？よくわからないですが、湖を守るためらしいです。さっきから感じていたトレーナーの気配は君か。マモルさん。マモちゃんや、マモちゃん。マモちゃんもおるやん。すごー。幹部じゃないけど。マモちゃんやったら何やろうな。地球やろ。地面タイプとかでも、気するけど。まあ、確実に、あれよね。ロゼリアか、ロズレイドを使っていただきたいよね。バラ使うから。あとは、そうね。ルナトーンやったっけな。そうね。ソルロットやったっけ、忘れた。ソルロットとルナトーンやったっけ。あの辺を使っていただきたいのはちょっとあったりとか。地球っぽいやぞらよね。月と太陽のにね、地球おらんよね。マモルさんはね、一応ね、月のプリンス様やからね。地球のプリンス様なんですよ。地球を守護するもんですよね、扱いとしてね。なんかあるかな。君に勝つのはとても難しい。ポケモンの気持ちが分かればもっと強くなれるのか。それはどうやろ。なんかお姉さんおる。お姉さん、あー、いっぱい人おるな。目と目が合う。なの、君ポケモン使う持っているな。うん、持ってるな。レンジポニータ、ドダイ、うん、ぴょんぴょん。みんなこいこう。やったね。なんかビビニギを持ってる。ベノムショック。ベノムショックか。ベノムって私あれやな、あいつしか知らん。やったっけな。名前出てこい。スパイダーマンに出てくる黒い方ね。ベノム。
いっちょ。アシリス新しく電磁波を覚えたい。電磁波か。こっちやったらパーフェクトっぽいよな。せやんな。帰るか。ゲイ。ホイキング上がるね。そろそろジタバタ覚えるんじゃない？ホイキング。図鑑が羨ましすぎて。いろんなトレーナーがいろんなポケモンを連れている。だからいろんなトレーナーと勝負していけば結構図鑑は埋まると思うよ。なるほど。持ち物を戻してみましょう。おじさんはいるね、なんか。わあわあ。あれ？違った。みんな僕のことを遺跡マニアと呼ぶよ。とにかく、なぜだかここを掘っていくのさ。なぜなら僕のアンノーン大好き遺跡マニアだからさ。そうだ。唐突だけど、勝負しようよ。君はポケモンのアンノーンをいっぱい捕まえる。僕はここを掘り進む。どっちが早いか比べよう。穴を掘るよ。よくわからん。入り口的なものあったっけ。あはは、ゴロンだ。おほでもここは飛べないんだな。あ、そっか、そっか。私こっちから行くことばっかり考えてた。こっちから行けるんだ。そうか、ヨスガか。ヨスガから行くんだ。そういうことか。オッケー、了解ですよ。飛びましょう、じゃあ。なるほど。こっから下に行くのか。オッケーでございます。そういえば、なんかいたね。どこだっけ。いた。ここですね。ここか。確かにいたね。ここ奥行けなかったんだよ。あー、いないやん。ここにね、なんかね、テレビのお姉さんがいらっしゃった。確かに確かに。あ、そっか。じゃあ、テスト賞に挑戦するためはるばるやってきたんだよ。ツイッターに預かり屋さんがいて、同じ種類のポケモンのオスとメスを預けておくと卵を見つかることがあるらしい。のっか。なるほどね。甘い蜜を塗る木には当たり木と外れ木がある。珍しいポケモンを探すなら当たり木を探すことだ。甘い蜜の香り。甘い木ってどうするんだろう。ちょっと行ってみましょうかね。ここだ。意味が分かった。甘い蜜自体を1個しか持ってないから、甘い蜜を買ってもらうんだ。なるほどね。そういうことか。全然理解しなかったや。
このおじさんだ。火に塗ってしばらくすればポケモンが寄ってくるかもしれない。甘い蜜100円で買おうかね。なるほど、これでご購入ができるんですね。10個買っておきましょう。やっと意味が分かった。で、たまにあれらしい、とあるポケモンが持ってきたりもするらしい。じゃあ、6時間ほど待ちましょう。6時間、そうだね。とりあえず6時間か。24時間、24時間は待たんかな。夜ぐらいまで待ちましょう。よいしょ。あれから結構な時間が経ちまして、多分ね、ここの甘い香りの効果は切れちゃいますよね。待ちました。また今度やりましょうね。ということで、進めていきましょう。ここ通れんのか。君、夜の散歩危ないぞ。ケビンさん、おまわりさん、ほうほう、森つく、あ、ほうほうだ、ほうほう、かわいい。ほうほう、いいね。ワンリピショッ、強い相棒がいるんだね。1008円、ありがとうございます。こんなに遅くなってお母さんに連絡したのかい。お母さんに家出しますって言いました。うわ、めっちゃ警備員いるやん。警察官か。なんかゼルダの伝説思い出すね。よろしければ私とポケモン勝負よろしくですです。うわ、おじちゃんやった。忠光さん、紳士ですね。ジェントルメン。ああ、なるほど。え、なにこれ、かわいい。テラップ、なにこれ、この子かわいい、かわいい。見事なお手並みですな。うわ、めっちゃ金持ってる。4000。おじちゃん、お小遣いありがとう。おや、ホイキングの様子だ。うん、おめでとう。ホイキングをゲラの進化かしたギャラドスがポケモン図鑑に新しく登録されます。ギャラドス、凶悪ポケモン。タイプ水、飛行。高さ 6.0m、 重さ 235kg。 ひとたび姿を現すと野山をすべて焼き尽くすまで怒りが収まらない。めっちゃ凶暴よね。噛みつか覚えた。そうです。よし、行こうか。こんな、じゃあ次誰連れて行こうかな。ルイゼル、ルイゼル連れて行く。水いなくなっちゃったしな。あ、そうだ、ちょっと待ちいいな。
意味連れてったろ。忘れとった。若いトレーナーさんは初めてで緊張するわ。初めて。今までどんな年上の方とかとずっと戦ってたんや。マダム吉野さん、ロゼリア、もうロゼリア多くないですか。やめていただきたい。あれやねんな、ヒコザル、ヒコザルだっけを持ってると楽だね、そういう時はね。本当にすごい、すごい痛い。まあ、あら、やっぱりお友達とは違うわね。そうですね、申し上げ、マダムありがとうございます、ありがとうございます。4028円もありがとうございます。お小遣いが嬉しいわ。いつもは社交クラブの方と勝負してますのよ。そうでございますか。楽しのみ。ふいやぎいけるな。日本バレア、ええ技ですね。奥に持ってある。あー、奥あるけど、これね、波乗りか。そっか、波乗りか。うん、ポケモン屋敷、ポケモンを見たい方どうぞ。この先自慢の中、裏庭です。どなた様でもご自由にごけ、見学できますが、ポケモンが飛び出してきますわ。そうなんや。じゃあ、どうした、幽霊がおんのかと。びっくりした。無理や、申し訳ございません。こちらより先は秘密です。秘密。とスーパーボールゲットラッキーがつける。今日も君のつながうん、今日も木の実がなる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 、へいなる。木の実の博士、木の実ファンの皆様、コマンタレブどこやったっけな。なんかこないだなんかあったな。なー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 の音、あれやな、あの王様がコマンタレブみたいな言ってたな。今日も君の実情報コロコロコロンとお届けするよ。210番道路木の実は行ったことあるかい。今日はここに木の実が見つかるかどうか 見に来てみた。だけどなかった。時間がもったいなかった。テンション下がった。でも誰かが木の実を、何、誰かが木の実を、まあいいや。木の実がね。この人の CM 読むのやめよう。何だっけな、実っててじゃないな、何だっけな、漢字が分かんない。自慢の中に自慢の庭のポケモン、これをつけてあげるとなんだか仲良しになれるの。あなたも開けてあげるわね。安らぎの鈴、おお、安らぎの鈴じゃん。めっちゃアイテムもらえるね。サボってなんかいませんよ。個人的に休憩中なんです。それサボってるって言うね。こちらが屋敷の主、浦山様のお部屋です。浦山様、こんにちは。やーやー、よく来たよく来た。わしの豪邸にようこそ。うんふん、わしの自慢は何と言っても素敵な裏庭じゃ。わざわざ遠くへ出かけんでもこの裏庭の素晴らしさにポケモンが集まり放題じゃ。まあ君も好きに歩いていいのだよ。
か。旦那様は大変素晴らしい方です。何しろご自慢の裏庭をトレーナーの皆様に開放されているのですから。あれなんかな、あのサファリパーク的なやつなんかな。すごく高そうなポケモンの銅像が置いてある。汚れてしまった、威張るや。あれなんかある、なんじゃ。すごく高そうな ポケモンの本が置いてある。あんまない。申し訳ございません、こちらより先は入れません。入れてくるかって。中庭、裏庭か行ってみよう。わお、わあすごいね。大して何もなかった。何出てくるんだよ。ワンフォーク、じゃムクバードか。もう一匹ぐらい。もっとレアなポケモンが出るかと思ったけど何もなかったわ。こういうこと、こういうことや。技マシーン交換色、え、技マシーンいろいろかけらと交換いたします。